はい、皆さんこんにちは、白目と申します。ギルバとやっていきたいと思います。本日のお相手はグローバル黒船さんですね。よろしくお願いします。はい、また前回の動画からね、日にちが空いてしまいました。なかなかね、撮る時間もなくて、当たったと思ったら短期とかね、そういうのばっかりで全然撮れなくて、で、短期がいるんですけど、3体防衛の方もいるので、まあその辺は、あ、犬島さんちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。撮っていきたい、やっていきたいと思います。さあさあ、どうしようかな。まあ順番に行きましょう。下はどうしようかな。まあ爆弾かな。カレヨン、マラッカ、クロエ。はい。で、上なんですが、ああ、ダメだ。これでいきたいと思います。ブルドーザーをね、使っていきたいなと思ってます。さあ、では、どうしようかな。下トラクターでもいいんですけど、あのルーン解除ね、来まして、いろいろ付け替えたんですよね。まあいっか。はい、よろしくお願いします。まあそんなことよりですよ、新しいヒーロー、新しい、違う、今月のヒーローダンジョンで来ましたね。遅いな。どうしようかな。風姫、ゲージ避けますか。火の暗殺者ですね。私はちょっと頑張ろうかなと思っております。まあ、なぜかと言いますと、皆さんは多分、結構、なんだっけ。なんだっけじゃないよ。あ、動くな。戦いながら喋るの大変なんですよ。久々だから、なんか、忘れ気味ですけどね、喋り方を。水の暗殺者を作る方が多いのかなっていう感じなんですけど、もういいか。水は結構レイドで使ってらっしゃる方も多くて、まあ強いなと思うんですが、ちょっと私は、まあ、水は皆さんにお任せして、風の暗殺者作ってみたいなと思っております。アタッカーの暗殺者っていうと結構闇の方が押されてる感じがするんですが、個人的にはちょっとなんか、まあ、闇より、風の方がその一瞬のね、殲滅力は高いのかなと、思ってるんですが、どうなんだろうな。よいしょ。まあちょっとね、それも様子見で作ってみたいなと思っております。そんな感じですね。一応もう星5マックスで待機はしてるんですけど、よいしょ。ちょっと待って、それは聞いてないな。ガレオンから行くべきかですよね。ちょっと良くないぞ、それは。良くないぞ。よし。まあ、あとはオートでいいかな。そうですね、火力役としてね、ガレオンと組ませて、ちょっと速度早めに作ってみようかなと思ってます。ブランディア作ったんですけど、なんか全然使ってなくて、ブランディアのルーンをまんまちょっと移植しようかなとも考えてて、どうしようかなっていう感じですね。はい。ではこちらの方いきましょう。これオリオン早いのかな。まあ置きに行きますか、こっちも。置きに行きましょう。あ、でも闇薬使わなきゃ。
使わなきゃってわけじゃないんですけどね、使わなきゃいけない理由はないけど、ただ使いたいもうお構いなし、お構いなしに使っていきたいと思います。あーと下があれか、黒い使っちゃうのか、まあいいか。石保護、いや、うん、敵がいいな。オリビア、トラクター、回復か、回復、あーこれでいいか、まあいいかな。はい、行きます。まあヒーローね、結構苦手なんですよね。時間かかって全体アタッカー、タオルとかね、例えばですけど、いなくて結構時間かかるんで、毎回ねそんなに数取れないんで、うん、今回もちょっと不安ですよね。高火力、スキル1がみんな防御デバフもちろんで、ちょっと事故が起きそうな予感がプンプンしてますよね。怖いな。まあまあやってみてのお楽。ちょっとどうしようかなバフ貼りますか。凍結打ってないんで、ガス、もう一回動いて、ですよね。ピンポイントで凍るなピンポイントで凍る。さっきの何もしてないぞ。入ってないか。どうしよう。まあとりあえず一回落ちてもいいか。ちょっと落として、よいしょ。オリビアもね結構、回復、回復じゃないや、体力も上げ目にして速度も振ってってやってみたんですけど、まだまだかな。やっぱオリビア強いですよね、本当に。うん、防御デバフにゲージ下げで、こっちのゲージ上げに、うん、いろいろな働きしてくれるんで、おすすめですよね。まあいっか、メスつけて、あ、ベラで連れてきた方が火力出ますもんね。まあいっか、結果オーライですね一回やられてますし。はい、ありがとうございました。ではこちらの方でいきたいと思います。さあちょっと問題がありますね。セクメとか、いや、これ多分コッパーでいけると思うんですよね。で、上なんですが、水パかなっていうところなんですけど、グローゴを持っていこうかな。どうしようかな。まあ、水パかな。最後まで、置いておいて、ジュルタンを先にクロエ落として、ラカン落として、っていう感じかな。はい、よろしくお願いします。うん、まあジュルタンに大暴れされなければいけそうな気もするんですけど、そういうの良くないと思うんですよね。反撃持ちですか。ラカン修正来てからだいぶ強くなった気がするんですよね。ゲージ減少に速度デバフ入れられるとまあまあ動けないんですよね。やめてほしいなやめてほしいな。よし、じゃあクロエを落として、落とさない。いやー、ちょっと火力のなさがね露呈してしま
ラカンはね最強なんで。まあ比較的順号は持ってるんですけど、キメラは持ってないんですよね一体も。おっと危ない危ない、よいしょ。キメラと仙人とあとドラゴンナイトと、あやべえ落ちるかもしれない。ナイス、すごいナイス。プラハのクリ率も落としたんですよ。4番クリ率だったんですけど、4番クリ率を外して体力に振って、一応体力が3万近くは出るようにしたんですけど、まあ早いことはね想定済みです。はい、ここまではもう予想通りな、はい、感じですね。一回こいつを延長かけときましょう。なんでかっていうと、さっきのスキル3かなで、なんだっけ、スキル封印があるんで、それが嫌なんで。で、デルフォイも、意志になるように付け替えましたね。あ、これかな、これこれ、そうです。これで再延長食らうのは嫌だったので、先に延長張って落としきれるようにと思ったんですけど、打たれてますね。あー待てよ、一旦待って、あーデルフォイ落ちるかな。延長かけて、おっといて、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない。で落としましょう、よいしょ。まあ、あと音でいいかな。はい、こんな感じで、デルフォイも石つけて、コッパーパーティーでも全員石保護、全員石保護じゃないや、全員石つけて保護もついてる形にしました。やっぱ使いやすいですね。先手取られても怖くないんで、かなり使いやすくなった気がしてます。まあ個別で見せてくださいっていうのがあればお見せしたいと思うんで、コメントなんかでね、今どんな感じですかっていうのを見せてって、コメントいただければ、次の動画で開けていきたいと思います。はい、結構早いな。どうしようかな、まあいっか。はい、こんな感じでギルバトでした。なんかあるかな、なんかあるかな、まあいいか。はい、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。白目でした。